はい、皆さんどうもこんにちは。メイラクフィットネスクラブの藤井です。本日お届けする動画は、私藤井がやっている股関節周りのアクチベーションですね。これをお届けしていきたいと思います。股関節、骨盤、太ももをつなぐ大きな体の主要な関節の一つになります。以前 YouTube に動画を上げております。肩、肩甲骨周りのアクチベーションと同じように、動かしながらほぐすことで血液の流れを良くして、疲れを残さず、なるべくね、体を快適にスムーズに使っていただけるようにするための方法になります。今日お届けする動画は、私藤井が普段ね、仕事の間だったりとか、朝起きた時、まだ疲れが溜まってきた時に、体を動かしてほぐす内容をまとめてきたものをお届けしていきます。だいたいね、3分、長くても5分あればできる内容で、動画にしていきましたので、タイマーもね、表示しながら行っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも動かし方、体の使い方覚えていただいて、ほぐしていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。
今日お届けしたのはいくつかの種類をね、左右交互だったりとか、順番に並べながらスムーズに流れるようにね、やらせていただきました。もちろん全部をねつなげて全てやらなくてもそれぞれの種目、方向だったりとかで効果はありますので、少しのね間の時間1分や2分の休憩があればいくつか試していただければと思います。で、今日動画でお送りしたのはそれぞれおよそ10秒ずつぐらいで、変化をしながら動かしていきましたので、その日の調子によってもう少し長く取るところを作ってみたりとか、時間がない時には短めに5秒ずつぐらいで切り替えてもらっても全然大丈夫です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。明日もまた皆さんにとっていい日になりますように。